次の曲が最後になります。次の曲はアルバムの方には入ってないんですけども、最近グレイスの方ですごく感じたことを歌にして、それがすごく自分でも気に入っているので、今日これまでまた歌わせてもらうんですけれども、何ですかね、自分のことをかっこよく見せたくて、ちょっと小さな嘘をついてみたり、自分をすごい人だなって思われたから、なんかちょっと話を大きくしてみたり、なんかそんな経験、多分あるんじゃないですかね。あんまりないですか私あるんですよ。でもなんか、そうじゃなくて、ナチュラルなところで誰かと向き合って、そして自分と向き合って、この先ずっと生きていけたら、すごい強い人間になれるんじゃないかな。そんな人間になりたいなと思って、次の曲を作りました。ナチュラル。自分の中にある弱さとか、マイクをもうちょっと小さく、自分の中にある弱さとか全部さらけ出して誰かと向き合いたい、そんな強い人間になりたい、魔法をかけてください、そんな歌です。
なんかナチュラルって言ってる女の歌い手さんがいたよってそれだけでも覚えてもらえれば今日これ歌わせていただいた甲斐がありました。本当に貴重なお時間ありがとうございます。です、これが最後の曲です。次また気楽も出てくるんで、どんな時もありのまま笑えるように魔法かけて強がって失ってそれでいいのは Do you believe in me?